Transmission J-POP School。J-POP の流れを作ってきたアーティストムーブメント現象やイベント、そんな話をしながら日本の音楽の歩みを探っていこうというコーナーでございます。講師は私坂崎でお送りしますが、769回目ですね。今日は企画アルバム大人の J-POP カレンダーからの、今週は4月号をお送りしたいと思いますが、大人の J-POP カレンダーもう一回紹介 しておきましょうかね。これはですね、あの武秀樹さんが監修されたアルバムなんですけど、企画アルバムなんですが、1年12ヶ月に応じた季節のテーマをもとに日本のポップスの歴史を再認識するような名曲366曲、まあうるう年分ということですね。2月は29日まで入ってる、29曲入ってる、1ヶ月分が1枚となってるんで12枚出るということになってるんですけどもね。もちろん選曲は武秀樹さんでございます。選曲は1945年から2015年ぐらいまでの70年間からピックアップしているという、45年から2015年、70年間、そうだね。まあフォーク、歌謡曲、ポップスなどのくくりを超えた選曲で新しい発見があるんではないかと、そういうコンピレーションアルバムでございますが、3月8日に第2弾となります3枚がリリースされました。4月5月6月でございますね。これで半年分出たということになりますけど、その4月のテーマなんですけど、今日やりますけども、4月のテーマはディスク1が桜ソングと春の歌、ディスク2が花の歌ということでございます。だいたい15曲ずつぐらいこうペッペッと、1ヶ月ですからね、入ってるんですけども、2枚組なんで、あの1個が前半がなんたら、後半がなんたらといつもテーマは決めてる、2枚入ってるんですが、この4月に関しては桜ソングと春の歌が1枚目、2枚目が花の歌ということでございまして、まあ桜ソングは多いよね。もういつからだろう、こんな桜が増えたのは。直太郎からかな。もちろんその前からあるんだけど、実際にこの桜っていうタイトル、桜ってタイトルが入った歌は意外と最近ですよね。春っていうのはまあそこそこあったと思うんですが、桜っていう曲あんまなかったもん、それまでな。多分ね、僕は思うにはですよ。で、これ見ますとやっぱり桜っていうのは多いですね。単なる桜っていうタイトルの曲は1、2、3、4曲入ってるしな。で桜の歌とか桜が丘とか桜前線とかね、ひらり桜とかね、そういうまあほとんど桜で、春はまあ数曲しかないですけどね、ほとんどが桜っていうタイトルです。すごいね。じゃあまず 僕らの世代というかね、同期の方の歌を聞きましょうか。こちらはね、武秀樹さんの、解説にこう書いてありますよ。70年代に活躍したライブバンドの中に彼らを入れると意外に思うかもしれません。年間、78年には250本というツアーの記録がありますと。アリスの次に多いですね。特に沖縄で人気があったと。この曲は79年発売の代表曲、80年のライブから桜吹雪を歌いつつ、タイトルは春雷。桜ソングがポピュラーでなかった時代の名残だろうかと。なんか今だったら桜吹雪のなんとかとか、桜吹雪ってさ、ちょっとなんか富山の金さんっぽくなっちゃうけどね。桜花吹雪か、桜花吹雪だもんね。まああそこは印象的な歌ですよね。でもタイトルは春雷なんですね。はい、春の雷と書いて春雷でございます。吹きの塔で春雷。あ、クイズ、ここもクイズか。クイズいくよ。刑事トランスミッション軽トラ20歳記念検定クイズ、全問正解者のみが合格となります。今度3問目ですね。
1,2 問目が分かんなかった方とか聞いてなかったっていう人はすいませんです。答えの分かった方は番組ホームページの専用応募フォームから答えと必要事項を入力して送信してください。いきますよ、第3問。この第3問これだ。あるミュージシャンの名前を答えてください。みんなのよく知ってる人です。この番組にも何度もいらしてくれた方の名言でございますんで、まあ、これは分かる人多いと思いますよ。名言です。人生暇つぶしとおっしゃった今は亡き尊敬する大先輩は誰でしょうかと。人生暇つぶしとおっしゃった、ね、大先輩でございます。毎年ほとんど毎年のように来てくださってましたけどもね。はい、この曲、次の吹きの塔がかかっている間だけ応募フォームがオープンします。曲は吹きの塔で春雷でございます。それでは応募フォームオープン。突然の雷がよこのままじゃ夜明けまで締め切りです、桜花吹雪ということでね、吹きの塔春雷でございましたけども、大人の J-POP カレンダー4月分をやってますが、桜ソングと春の歌っていう方ですけどもね、もう一曲桜の歌、桜がいっぱいあるってさっき言いましたけども、これもねいっぱいある中から選ぶの大変なんだけど、この94年にですね、これ94年なんですね、発売された歌謡史に残る劇的な歌って書いてますよ。武秀樹さん歌謡史に残る劇的な歌、作詞は歌人の林あまりさん、作曲三木隆さん、お七は江戸時代に恋人に会いたいと放火事件を起こした八百屋お七だ、これこそ日本の歌だって書いてありますよ。八百屋さんだったんですかね。そうですね、お七はね、そうか、すごい詩ですね。でも本当にね、これ改めて僕今この詩だけ読んだんですごいね、やっぱりこの歌謡史に残る劇的な歌って武さん書いてますけど、本当になんか強烈だな。桜桜いつまで待っても来ぬ人と、死んだ人と同じこと、桜桜、あ、花吹雪がまた出てきますね。抱いて抱かれた二十歳の夢の後、いやすげえなこれな。高見沢歌ってたよね確か、カバーしてたよね、うん、これだったと思うよ。坂本冬美さん行きましょうか、一緒に、あの僕と一緒で雨舐めながら歌ってるっていう、ええ、どこにしまってんでしょうねっていう話になりましたけど、じゃあ行きましょうか、坂本冬美さんで夜桜お七。赤い花をがぷつりと切れた、告げてくれるってありゃしない、おいて
K's Transmission。今日の J-POP カラー、J-POP スクールは大人の J-POP カレンダーから4月分をお送りしてますけども、4月はですね、このタケさんのアルバムですけどね、コンピの4月は桜ソングと春の歌ってさっきね2曲かけました。ディスク2が花の歌でございます。今度は花の方をかけますけどもね、花というと花っていう歌ありましたね、木梨昇吉さんの花とかね、オレンジレンジも花、あとはなんたらの花っていうのが多いですよ、結構なんたらの花っていうのね、とか花の名前が入ってんのはなんだろうね、シクラメンとかサルビアとかその辺も入ってますね、このアルバムには。白い色は恋人の色が1曲目に入ってますけど、この広い野原いっぱいも入ってますね、花水木とかリンゴ追い分けなんてのもあります、ルクプロの日だまりの歌とかもありますけどもね、はい、その中で僕が選んだのは武さんも大好きな吉田拓郎さんでございますけど、はい、拓郎さんが実はですね、あの口なしの花を、カバーしてんですね。これはフォーライフから出たプライベートだったかな、確かですね、あ、書いてある、カバーがこんなブームになるとは、70年代の音楽関係者はなんていうの、格よの感だろうか、難しいなね、カバーアルバムで史上初の1位を獲得した77年の吉田拓郎プライベートは、曲作りの行き詰まり、手抜き、儲け主義という批判にさらされた、その中の曲ですと。オリジナルは73年に渡哲也が歌って大ヒットした口なしの花ね、花言葉は幸せ、清潔、胸に秘めた愛と、作詞のこの水木かおるさんは西田幸子さんのアカシアの雨が止む時も書かれてるという、あ、花の歌は結構じゃ得意だったのかもしれないですね。はい、拓郎さんがね、そのまあ本当に ご自身もおっしゃってましたけどね、出さなきゃいけないあれがダメだったらしいんですよ、そのクリスマスアルバムが4人が合同で出すんで大ヒットすると思ってたらしいんですよ、吉田拓郎、井上陽水、泉谷しげる、小室仁志、フォーライフを作った4人が、アルバムを、1枚のアルバムクリスマスっていうアルバムを出す、大ヒットを、みんなで、フォーライフの関係者全員が思ったんですけど、こけちゃったんですね。それでもう時間がないしどうしようみたいな感じで、拓郎さんのデモテープだったりとかを集めたプライベートっていうのを作ったんだけど、これがすんげえ売れたみたいですね。はい、あのキャンディーズの優しい悪魔とか、夜霧よ今夜もありがとうとか入ってるんですけど、すげえいいアルバムですよね、拓郎さんらしいあのアルバムなんですけど、確かにカバーカバーって今言いますけどね、この頃はそんなにまあしてる、カバーしてましたけどね、拓郎さんはよくあの人の歌を歌ってましたよ、面影橋とか、面影橋は六文銭及川光平さんの曲だし、されど私の人生なんかね、斉藤哲夫さんの曲とか結構やってましたもんね。まあでもそんなのをアルバムの1枚にしたということでね、話題に当時なったんですけどもね、はい、拓郎さんのじゃあ口なしの花行く前に、来た来た最終問題でございます。軽トラ20歳記念検定クイズ最終問題、全問正解者のみが合格となりますが、結構今まで3問当たってる人いるんですか、結構いるの、あれ1問目分かった、バッファロー、ほんとすげえな、答えが分かった人は番組ホームページの専用応募フォームから答えと必要事項を記入してですね、入力して送信してください。第4問、
これが分かれば全問正解っていう人もいるかもしれませんね。それでは問題出しますよ。第4問、ザ・フォーク・クルセダーズの名曲。もう分かるだろうな、これな。これの方が簡単かもしれないな。1問目が一番難しかったかもしれないな。2問目も難しかったかな。はい、フォーク・クルセダーズの名曲、コブのないラクダではたくさんの動物が登場します。ラクダ、ゾウ、豚、馬、人以外に登場するのは何でしょうか。一つだけでございます。はい、それでは吉田拓郎さん、口なしの花、応募フォームオープン。今では指輪も回るほど痩せてやつれたガブ、口なしの白い花、締め切り。さあどうですかね、4問答えたかな皆さん。はい、それはじゃあまた来週以降かな発表はね。はい、J-POP スクール、大人の J-POP カレンダーに戻りますが、拓郎さんの口なしの花ね、ディスク2は花の歌ということでね、あ、西田幸子さんのエリカの花散る時とか懐かしい。あと100万本のバラも入ってますね、加藤登紀子さんのね。え、花物は名曲が多い感じがするね。桜物どうなんの、桜やっぱ多いよね、桜だけでね。花は花、口なしだの、シクラメンだの、花水木だの、いろんなバラだの、スイートピー、赤いスイートピーも入ってるし、いろんな花があるけどね。ね、最後にかけるのはね、やっぱこの番組っぽい僕になっちゃうけどね、あれで、あれ、これいい曲だもんな。チューリップの中でも僕はやっぱり、ベスト3には入る名曲だと思うな、ね。まあ後にあれですよね、ドラマでこうリバイバルヒットっていうんですかね、したんですけども、オリジナルは75年のチューリップのシングルでしたけども、福山雅治と江口洋介が共演した2003年一つ屋根の下の主題歌だったんですね。2003年なんだ、あれそんな後だっけ、もっと前じゃなかったか。そちらでは財津さんのソロだったみたいですけどね、今日もちろんチューリップの方、もちろんとは変ですけど、オリジナルの方は、これを聞くと、あそこ人形町のアパートとかね、僕はねあの辺を思い出すんですよね。こう浜町のね、高見沢とよく一緒に同棲してた頃に、はい、このね、高見沢がサボテンの花を置いてってなんて、そんなわけはねえだろ君が育てたサボテンなわけがない、あいつがサボテン育てられるわけがないでしょねえ。まあ僕が出てくって方かな、じゃあどっちかっていうとね、はい、そんな妄想しながらじゃあ聞いていただければと思います。チューリップでサボテンの花。ほんの小さな出来事に愛は傷ついて、絶え間なく名曲だね、いい曲だな。ドラムがちっちゃいね、今聞くと。ドラムもちっちゃいし、なんかソリーナばっかりが、ワーンっていうね、シンセの音が、ガーンと出てきてんだな。ギターも頭のイントロぐらいで、あとちょろーって入ってる。ね、いい曲だね、でも。今日はですね、この75年の
チューリップバージョンオリジナルで聴いていただきましたが、いかがでしたかね。 J-POP 大人の J-POP カレンダー4月分をお送りします。またあの5月6月は多分、その時期になったらやると思います。はい、楽しみにしててください。来週は軽トラセレクションの、これ春の歌です。脳を入れないとね、瞬間になっちゃいますからね。こんなとこで瞬間流してどうすんだって言われちゃいますよね。はい、ケイトラセレクションの春歌をご紹介します。お楽しみに。